光過敏症に関する警告。私たちは、誰もがパリアで安全で楽しい経験をしてもらいたいと考えています。あなたまたは愛する人が転換を患っている場合は、特定の光のパターンや点滅する光にさらされると、発作やその他の症状を経験する人もいることに注意してください。安全を確保するために、転換や発作の病歴がある場合は、パリアをプレイする前に医師に相談してください。以下の予防措置は、発作のリスクを軽減するのに役立ちます。プラス明るい部屋で、画面から少なくとも2フィート離れたところに座ってください。画面の明るさを下げます。疲れている時はプレイしないでください。プラス時々画面から目を離し、頻繁に休憩をとってください。演奏中は片目を覆ってください。発作の症状を感じた場合はゲームの電源を切り、医師の診察を受けてください。録を続ける。
キャラクターの作成に失敗しました。この名前はすでに使用されています。別の名前を選択してください。Time for you to go out into the world. I have high hopes for what you can accomplish.EWON_MCEMCBS あなたは、どこからともなく、現れたのですか。バックスラッシュ QI 一重引用符螺旋を描くピンク色の空間のようだ。よくわかりませんが、ここに来られて嬉しいです。さて、私はここにいます。一ではないですか。ええ。ああ。虚空について詳しく教えてください。ええ。ああ。虚空について詳しく教えてください。NC6F です。一度申し訳ありませんが、私が知っているのはこれだけです。他の人間は誰も自分がどこにいたのか覚えていない。から来た。これはちょっと大変なことです。二度他の人間。R 層。私がパリアで見た人間はあなたが初めてではありません。私が初めて見たものです。ご存知のように、巨大な光の眉の中にゲンレます。レ。速度を緩めるべきです。この地図を持って、宿屋の主人アシュラと話せる町へ出かけてみませんか。彼はあなたのような人たちが定住できるよう手助けしてくれています。プラスのみ。私もあなたを手伝いますが、私はここで何かに取り組んでおり、それを理解するところまで来ています。ジナイチエンアットマークレイヤーを見いる始め中括弧。
あまりにも不意をつかれて忘れていたことに気づきました。自己紹介や、なぜここにいるのか説明してください。な、ジナ。私はこれらの古いものを研究している見習い学者です。遺跡。Y。そしてこちらが私の研究助手、ヘクラです。質問がある場合は必ず彼女に聞いてください。元に戻らなければなりません。Oh, you've already left. Would you like to communicate?アンドヘクラ、N。こんにちは、人間です。自発的な羽化について多くの疑問があるはずです。エオ、あなたの存在は、パリアの世界に大きな変化をもたらします。一重引用フティーセント。J。コピーライトマーク。うわぁ。アオビティ。あなたは人間です。この世界が太陽の周りを何度も回転する中で見たことのない古代のものです。CS それ以上に、自分とは何かという問いに自分で答えなければなりません。私たち全員がそうであるように。F。
Hey, you. RR、イゲタイチ、レイゴアンダーラインアシュラを探していますか？あなたは幸運です。彼は文字通り正しいです。部屋の向こう側。O30E。おいしいスープやシチューをお探しなら、私がぴったりです。ああ。名前はレスですが、迷惑だと言っても構いません。C30M。後で立ち寄ってくださいね。フレンドリーな新人といつも楽しくおしゃべりできます。I got my hands full right now.What can I do for you? アシュラ、キリマへようこそ。これはかなり大変なことだと思います。K。アシュラ、キリマへようこそ。これはかなり大変なことだと思います。K。アシュラ。私はオルムーの核の宿屋の主人、アシュラです。残念ながら、現在その旅館には部屋がありません。アシュラ。しかし、北東には自分でテントを建てることができる古い区画がいくつかあります。アシュラユーロ。なんていうの、大自然を満喫してみませんか。星空の下で寝るのは最高です。私はキャンプをするタイプではありません。寝る場所があるだけで嬉しいです。アシュラ。突然現れたら、誰かに寝る場所と食べるものを用意してもらいたいです。アシュラ、なぜ私もあなたに同じことをしないのですか。アシュラユーロ、さて、テントを建てるには材料を集める必要があります。アシュラ、斧を持ってきましたが、斧については常駐の鉱山労働者ホダリと話し合う必要があります。アシュラ、幸運なことに彼は今プロットをチェック中です。北東の丘を登る道を進んでください。ここで地図上にその場所をマークしました。アシュラ、迷ったらここに戻ってきてください。解決させます。私、A few things need my attention.
Ah. You need something? F はうん、一緒に来ます。ゴミはたくさん残ってますが、ああ、こんにちは。CDS ミーヨン・アッシャーラドルがツルハシを送ってくれました。パベル、マイニングのほだり、パベル。何ができるでしょうか。CS どのようにして上腕二頭筋を手に入れたのか教えてください。MA ヤムリンは正しい場所ですか？終了。一アシュラがあなたを送ったと仮定します。最近、たくさんの新人を私のところに送り込んでいます。私がこれらのキャンプ場の健全性をチェックしているすべての理由です。皆さんが泥にうずもれる必要はありません。\1 秒アステリスク。実際、これは必要に応じてすぐに使用できるようになっています。もう少し作業が必要です。ああ、すでに斧を持っているようですね。ほら、これも選んでください。適切な仕事に適切なツールがあるのは常にいいことです。この瓦礫を取り除くために両方を使ってもらえませんか？補断。V アンダーライン IE ミニンのお腹が空いた仕事だから、これも受け取った方がいいよ。娘はもっと健康的な食事をする必要があると言っていますが、それをもっと活用できるでしょう。F。You're still here, huh?
アオードホイエード、こんな奇妙なものを見つけました。やるべきことはまだたくさんありますが、始まりです。どそれで、今はどうですか？私、一別のプロットを修正し、別の人を引っ越しさせます。最初のプロットが来て以来、ストリームはほぼ一定です。あなたには、今この作業台を下ろすスペースがあるはずです。テント、収納チェスト、残りはあなたが見つけます。Sure.
hungry. アユニユーロ。私の母のデライラが、町にまた新しい人間がいると言いました。そして、あなたはここにいます。牧場からずっと走ってここまで来ました。C。彼女はあなたにこの新築祝いの贈り物をしてほしかったのです。キリマへようこそ。毎日一日二回、雨でも晴れでも。朝6時、夜6時。ですから、私の仕事はこれから、もっと面白くなると言って間違いないと思います。メールを受け取るのは好きですか？誰かがメールを受け取りたがっているようですね。いい。そうすれば、きっとあなたも私が持っているものに満足してくれるでしょう。さあ、チェックしてみよう。初めてのメール配信です。これまで。親愛なるローラ、ウエスト、ジナから、あなたが渦巻く霧の中から完全な形で姿を現したと連絡を受けました。これは素晴らしいニュースです。霧の幸を大きい、新人類よ、誕生。他の人間からは私のことをアイナーと呼んでいます。釣りの楽しさを皆さんと共有したいと思っています。どうかこの杖を手に取り、ご都合のいい時に私を探してください。私は今後数千年間、この桟橋にとどまるだろう。
#r_1ジェ市役所から、新しい住民にこれらの手紙を送るよう求められています。付属のパッケージには弓と矢のセットが入っています。市役所はまた、私がその使い方を指導できることを伝えるよう求めています。仕事の時間中は霧馬村で私を見つけることができます。これは私の時間を無駄にしようという誘いではありません。私は忙しいです。@#。What you up to?それで、どうやって定着していますか?このプロットは巨大です。土の中からは素敵なものが見つかると聞きました。先週、父が庭で古い銅の社を見つけました。でも、見つけられるのは石ばかり。ジナなら知ってるかも。彼女はいつも廃墟の中でうろうろしている。彼女が以前にこのようなものを見つけたかどうかを確認する必要があります。そうそう。あまりの興奮で忘れてしまいそうになりました。私もあなたにプレゼントを持ってきました。バグスカウトのオフィシャルベルト。そして初煙弾のセットも。私は霧馬で唯一の最高の虫取りクラブのメンバーです。今すぐ走らなければなりませんが、後で立ち寄っていただければ、使い方のヒントをいくつかお伝えします。しかし、あなたは今お腹が空いていると思います。私の父、バドルーと話し、食料の栽培方法を学ぶべきです。宿屋で働くレスが料理の仕方を教えてくれます。ご存知の通り、みんながあなたに会えるのを待っています。さあ、競争してみせるよ。Gotta head home soon.開発チームからようこそ。
パリアへようこそ。私たちはプレイヤーの人生を深める新しい世界を創造するためにシンギュラリティ6を開始しました。パリアがその期待に応えることを願っています。新しいスタートアップスタジオとして、私たちは皆さんがパリアへの道を見つけられたことにとても興奮しています。あなたのようなプレイヤーがチャンスを与えてくれなければ、それは成り立ちません。私たちが作ろうとしているものが気に入って、パリアをさらにサポートしたいと思ったら、あなたができる最大のことは、パリアについて友人や家族に伝えることです。それは私たちにとって世界を意味するでしょう。パリアの魅力を楽しんでいただければ幸いです。お帰りなさい。シンギュラリティ6チーム。B、わかりました。チュートリアルを表示しないでください。ZFCEN& 実は、あなたが興味を持ちそうなものを見つけました。やあ、ローラ、ウエスト。久しぶりですね。しましたか？大丈夫ですか？この物体を見つけるのを大丈夫と言うなら。ああ、すごい。信じられない。これは古代のフローバッテリーです。これらは古代人類の動力源でした。このようなものをずっと探していました。それで、古いガラクタの下からこれを見つけたというのですか。そうですね、今日は間違いなく私にとって幸運な日です。これが何をするのか理解するには少し時間がかかるかもしれません。何かわかりましたら手紙を送ります。ああ、もう夜ですか。空を見れば、確かに夜だ。時間がこんなにも私から離れていくなんて信じられません。
Oh.